ただいまはですね、ピピワイトレイルといったところのトレイルヘッドを目指して、今車運転してます。片道2時間と Google マップで出てきてますので、まあ長いドライブだなって、そんな感じですね。騎兵からですね、結局ドライブでやっぱり2時間ほどでしたね。途中、もうなんだろう、未舗装の道になって、1台がまあ2台はちょっと厳しいかなっていうような、そんな舗装さんの道を延々と30分以上ドライブしなければいけなくなりました。ここにですね、トレイルマップがありますね。今ここに来ておりますけども、今から挑戦しようとする、まあ挑戦ってほどのものじゃないんだけどね、これですね、 PPY トレイル、これ行きます。ここをずっとこう歩いていって、そして最後は、マイモクフォールズっていったのが見られる、そういった往復1時間ぐらいのコースだそうです。片道 3.2 キロって言われてるからね、まあ6キロちょっとだそうですね。ちょっと行ってみたいと思います。はい、ではこちらが本当のトレイルヘッドになります。どんどん行ってみましょう。これはマンゴーの木なんでしょうかね。結構上からね、こうやって落ちてくるんですよ。これに当たると結構痛そうまあでも天然物のマンゴーって感じですね。やっぱりですね、バンクーバーや、シアトル近辺のトレイルと違って湿度が高いんでね、比較的簡単なトレイルでもやっぱり呼吸するのが大変ですね。もうあちらの気候に慣れてしまってるような、そんな感じがします。いや、暑いわ、すごく暑くて汗が吹き出してくるって感じですね。このようなところを歩いてると非常にトロピカルな、ちょっとまた異様なトレイルをそれを感じますね。そんな感じです。なんかやっぱりね、ハワイっていう感じのハイキングトレイルですね。こちらの方にどんどん進んでいきます。まあ足元はね、比較的整備はされているものの、この木の根っことかですね、小さな岩が多いので、まあトレイルシューズはなくともフリップフロップスなんかでは来ない方がいいような、そんな雰囲気を感じます。ほどなくしてですね、最初のビューポイントですね。これは綺麗なウォーターフォールがあります。いやいやいや、これはまたすごく大きな木です。一体一本の木なんでしょうかね、それともいくつかの木が、こう重なって一本のように見えるんでしょうか。ちょっと近づいてみたいと思います。あ、これは根っこの集まりですね。一本の木ではなさそうです。すごいですね。なんか夜中に来るとお化けに変身するような、そんな気持ち悪さも感じます。ここも綺麗ですね。これはでも最後の見るべき滝なのかな、ちょっとよくわかんないですけどね。これじゃない、もう一個あると思うんですよね。はい、とても綺麗な滝が見えてきました。では引き続きトレイルを行ってみましょう。先ほどの小さな橋を渡ったらすぐにですね、竹林ですね。一体私はどこにいるんだろう、なんてそういう錯覚に陥ってしまいました。一体ここは熱帯雨林、それとも京都、なんて考えたりもします。いろんなタイプのですね、トレイルが一度にまあ、楽しめる、そういった感じのコースですね。ここは
ウッドプランクによって作られたトレイルで、両脇にご覧の通り竹林が広がっております。とても綺麗な光景だと思いますね。だいぶウォーターフォールが近づいてきたのか知りませんけども、足元がスリッパリになってきましたね。見ても分かる通り濡れてますし、結構マディな部分が増えてきております。足元は、気をつけて登った方が良さそうですね。こうなってくるとこんな感じですね。今はそろそろ着いたかなっていうそんな時間帯ですけども、ここですね。すごい綺麗だ。いや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 、こんな綺麗な滝が、間近っていうわけじゃないですけどね、向こうの方に見え出しました。ちょっと近づいてみましょう。2つの滝ですね、こちら側とこちら側。いやー綺麗ですね。もうちょっと近くに寄ってみましょう。いや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 、綺麗ですね。本当に密林の中にある滝にやってきた、そんな感じです。川口浩司探検隊、思い出しますね。いやいや、でも本当にこのような綺麗な、クリーク。さあ、挑戦中です。やったー。この先はですね、あっという間オンリスクで行かなければいけない、ようです。そうするとこの滝の間近まで近づくことができるようですね。ということでですね、こちらのワイモクフォールズ、まあ滝壺の方まで行ってもいいんでしょうけども、かなり足場も悪いし、旅行初日ということであまり無理をせずにここで繰り返します。いや本当に密林の中って感じですね。こんなトレイルは初めてです。皆さんいかがでしょうか。トライしてみては。